シングルスピードのマウンテンバイクシングルスピードとは自転車の位置形態でフリー機構を備え変速機がないものを示す。厳密には多くの警戒車や BMX などもシングルスピードと言えるが、シングルスピードという言葉は普通マウンテンバイクやロードバイクなど変速機付きが前提である車種についていい、シングルスピードはその前提に対するアンチテーゼである。 シングルスピードのスピードの意味は、速度ではなく変速器の段数という意味である。例として5段変速のことを5スピードと呼ぶ。そのため、速度が1種類に限定された自転車という意味ではない。この種の自転車はダイヤモンドフレームのものがほとんどで、フリーホイール機能の後輪を持ち、1枚ずつしかない前後のスプロケットがチェーンでつながれている。 変速機がなく、シンプルな構造をしており非常に頑丈。また安価で軽量。それでいて固定ギアのように扱いにくいことはない。また変速機付きの自転車に比べて同じ距離を走るならば、シングルスピードの方が筋力、持久力のトレーニングとして効果が高い。余分なものを持たないシンプルな外見といった長所がある。しかしながら、変速機がないので自分の体に合った。 ギア比を知っておき、地形に合わせて選択できることが好ましい。変速機能のついた自転車と比べると特徴としては、ハンドル幅が長く、クロスカントリー競技志向でも、ダウンヒルやフリーライドで使われるライズバーを装着していることが多い。またクランク長も長めのものを選択している。これはトルクをかけることができるポジションやペダリングに対応している。サイクルスピードウェイでは、 この自転車を使用して競技を行っており、短距離ダッシュを繰り返すためギアをショートにし、ハンドルバーはアップタイプを装着している。フリーホイール機構の有無が違いである。部品としての固定ギアを備え、ペダルから車輪まで一切のフリー機構がないものが自転車としての固定ギアである。リアホイールの両面にそれぞれフリーホイールとコングを装備し、ホイールを反転させることで、 どちらの使用にもできるものが多い。製品としてはシングルスピード固定ギア兼用であるが走行時には完全にどちらかの仕様である。マウンテンバイクで効率よくオフロードを走るためには広いギア域が必要になる。しかし近年ではシングルスピードのマウンテンバイクが着実にシェアを広げている。これはマウンテンバイクの激しい性能向上が マウンテンバイクの醍醐味の一つである、オフロードを悪戦苦闘して走破するという楽しみ方をスポイルしてしまうためである。そのため、飛行技志向のライダーの中には、シングルスピードやフルリジットなどのシンプルな車体でオフロード走行を楽しむ層が存在する。また、近年では、プロ競技でもシングルスピード限定のレースカテゴリーが現れている。変速機のあるフレームで、 シングルスピードを作り上げることも可能で、乗らなくなった古い自転車を簡単に改造して楽しめるというのも魅力の一つである。そのためにはチェーンテンショナーと呼ばれる部品でチェーンの引っ張り強度をある程度保つ必要がある。チェーンテンショナーは市販もされているが、使わなくなったリアディレイラーでも代用が可能。ただしチェーンラインはきっちり合わせる必要があり、これを怠ると、 チェーンが外れたりするので注意を要する。ありがとうございます。